術紙みんなが全力で協力してくれたおかげで昨日の実験を円満に終わらせることができた。これからそう遠くない未来、天命は崩壊と対抗してきた人類の歴史に決定的な一歩を踏み出せるだろう。もちろんきっとみんなも分かっているとは思うが、人類の歴史において決定的な進歩には一部、時には多くの者たちの利益を犠牲にする場面がある。しかし人類全体にとってはそういう犠牲は限られた一時的なものであるということに僕たちは目を向けなければならない。ネゲントロピーが邪魔をしてくるかもしれないし、ヨルムンガンドも物質的な手助けをしてくれないかもしれないが、天命という要塞が地平線にある限り、人類はこの一歩により明るい未来を迎えるだろう。おっとさん、その長話はまだ終わらないの？本当に大事な話はこの後でしょ？では、要点だけ言おう。これからの任務を計画通りに遂行するために、主教として、みんなに天命最後のエスキューバルキリーを紹介しよう。僕本人がこの座を降りるまで、今後の任務の中で、彼女は君たちと密接な連携を取ることになる。以上、このオットー・アポカリプスは本日をもって天命主教の座を退き、組織を抜けさせてもらう。お久しぶりです、お祖師様。そろそろ約束を果たしてもらおう、ブルキ友よ。僕は来たよ。